ペコイチャピーン。お、今日はカツオの食べ比べです。こっちが普通のカツオ、こっちがトロカツオ。トロカツオが 100g 210円か200円くらいだもん。宮城県産トロカツオ、こっちがどっかのカツオ、どこだ、パッケージ、もうパッケージ見ないと分かんない。ああ、なんか野菜のしゃぶしゃぶ。そういう人も。でね、なんか余震は北海道地震から一月経ったところででかい余震が来ちゃったね。あれはびっくりだ。余震1週間以内に気をつけてくれて、もう一回1ヶ月後に震度5ってどうよって思うね。マジで。ほら見てくれよ。ふふ、そいしゃ、早速食ってみましょう。ふふふ、結構好きな YouTuber さんです。真似をしようとしてたんですね。あ、うめ、実は僕、赤身だけだったら、マグロよりカツオの方が好きなんですよ、実は。こっちのやっぱ赤身らしいやん、こんな味のカツオになってるんで。うめ、で、カツオ、スーパーにタレを回ってくるの忘れてしまったので、昆布ポン酢と昆布ポン酢を、昆布ポン酢と柚子胡椒、生姜、ニンニクのチューブのやつね、僕が取れてたけど、それでも結構なんか本格的な味がします。あ、玉ねぎ引くの忘れた。あ、いいや。あ、なんかこっちもなんかこれはこれで美味しいぞ。引き分けだ。引き分け。どっちも美味しい。それじゃあまた準備食べます。じゃあねー。